안녕하세요, 푸니입니다. 皆さん, 今日가 どんな 日なのか 分かっていますか? 今日はですね, いよいよ みんながずっと待ってた その日です。 そうです。 今日は 日曜日です。 ウォー! さん、 今日は日曜日です。何これ。今日は日曜日です。それだけです。明日はどんな日か知っていますか。月曜日です。昨日は土曜日でした。はい、今日は日曜日。まあそうですね、クリスマスです。クリスマス。 僕は年末あんま好きじゃないです。年末はですね、なんかさ、何もやったことないのに、なんかドキドキして、なんか何か買いたいし、なんかお金を使いたいし、僕はそれが嫌です。だって正直を考えてみたら、もう何もやったことないのに、酒は酒で飲んでお金はお金で使って、嫌です。まあとりあえず、 それが大事じゃなくて、今日はじゃあ、本当に今日クリスマスです。撮影日がクリスマスです。はい、今日25日のクリスマスです。じゃあクリスマスで、今朝です。朝10時ぐらいなんですけど、僕は何かをするかと言ったら、これ撮ってから編集して、ジム行きます。もともと日曜日は僕にはジム行く日です。クリスマスより日曜日が僕には大事です。 ジム行って、運動してから、運動終わったら、その友達と一緒に買い物して、友達のちょっと広い部屋で、パーティーをちょっとするかと思っていますね。 3人で韓国人3人でホームパーティーするつもりです。もともはもう一人が来る予定なんですけど、あの子はなんか家族と時間を過ごすことになって、3人でそういうふうに遊ぶようになりました。で、じゃあ今日何を話したいの? 何を話したいかと言ったら、まあまあクリスマスとか、もうそういうことについてちょっと話してみます。もう特別にクリスマスだから何かするのはないです。じゃあ韓国では、いや韓国じゃなくて、もともとクリスマスが始まってヨーロッパとか、そんな外国ではですね、クリスマスには絶対絶対絶対家族と 一緒にする時間らしいんです、クリスマスが。そうですね、なんか絶対家族ということがあって、でも韓国ではちょっとおかしいのが、なんか第2位のバレンタインみたいになって、クリスマスがカップルの日です。そうなりました。はい、そうですよ。日本は 日本どうやろ、日本家族から友達かな、恋人かな。まあでも一応韓国はもうほんまにもう恋人の日みたいに、そうなりました。理由は分かんないんですけど。で、僕日本来る前まではずっと、小学校中学校高校一緒に出た友達5人と一緒にクリスマスには一緒に遊んどったんですけど、もう僕日本来て、もうそれからもうみんな彼女が できて、なので僕はクリスマスが嫌です。絶対僕が彼女がないから嫌なのではないんです。普通にクリスマスがなんとなく嫌なだけです。もうプレゼントとかあげる人もないし、まあまあそうですね。 で、韓国の宗教がですね、大きく見たら2つが、3つが主にありますけど、その中での2つは両方ともそのキリストイエスを信じる宗教で、もう1つがその仏教が1つあります。で、仏教の人も韓国に結構多いんですけど、で、そこからちょっと問題になって、韓国ではクリスマスが休む日です。本当に。 今日は2016年12月25日は日曜日やから休みますけど、普通日本では
クリスマスは休みの日じゃないんじゃないですか。でも韓国では休みの日です、クリスマスが。そうなって、そこで仏教の人たちが話しました。え、イエスの誕生日は休むけどなんでブッダの誕生日は休まんのになって、韓国はブッダの誕生日も休みます。ナイス。韓国ではなのでブッダの誕生日も休むし、イエスの誕生日も休むし、いいですね。まあでも、いらないんです、そういうの僕には。今日は日曜日やし、日曜日はジム行って運動する日です。そうですよ。で、韓国ではまあクリスマスが休む日で、なんとなくなんかカップルが遊ぶ日になって、クリスマスに明洞行ったら、わあ、ほんま地獄です。写真で見ましょうか。こんな感じです。でもクリスマスといったら一応寒いんじゃないですか。冬やし、12月25日やったら本当に寒い時期なんですけど、ここはなんか暖かくて、ソウルに比べて僕が住んでるところはだいぶ暖かくて、まあなんていうかな、なんかクリスマスという感じがちょっと少ないんです。そうですよ。韓国ではクリスマスで休むし、これが多いし、そういうことですね。皆さん、今日クリスマスですけど、多分この動画がアップロードする6時から8時の間は僕はもうパーティーしていると思いますけど、皆さんは何をしたんですか今日。はい、そうです。じゃあ皆さん、僕クリスマスで何をやったかを撮るか撮らないかは知らないんです。ちょっと運動行ってきてからちょっと考えてみて、撮るんやったらまた1週間ぐらい以内に多分アップロードできるかもしれないんですね。ちょっと編集がいつできるかは僕もわからないので、そうなると思います。さて皆さん、今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねは、いいね、皆さんアンニョー。